はようございます。8月2日火曜日の朝です。今日も朝から蒸し暑いです。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして床と体の接地面に気持ちを向けてください。頭を左右に傾けてください。その動きをやめて両膝を立ててください。手は楽な位置に置いて、左の肩を床から浮かせたり床に戻したり、ゆっくり優しく何回かこの動きを繰り返してください。肩を床から浮かせるときに、どこが体、どこが床を押しているでしょうか。手は床に預けておいてください。そして肩を床から浮かせたり、戻したり。優しく優しく首や肩、ぐっと力が入っていませんか。どこかの筋肉をすごく使っている感じにならないように。呼吸は乱れていませんか。止まったり力が入ったりしていませんか。肩が床に戻るときに気持ちを向けてください。肩が床に戻るときに体全体には何が起きているでしょうか。肩のほかに動き終わるところはどこでしょう。どこが勝手に動いていたでしょう。腰やお尻に動きはありましたか。頭はどうでしょう。足の裏、右の足の裏と左の足の裏には何か動きがあったでしょうか。体の他の部分の動き、肩が動き出す時よりも動き終わる時の方が他の部分が、ああ動いてたんだなということが分かりやすいかもしれません。腕はどうでしょう。左の腕、床の上で何か動きがありそうですか。
楽に楽に心地よく動いてみてください。では動きをやめて両手両足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。右の肩、左の肩、どちらが床に優しくついているでしょうか。もう一度両膝を立ててください。今度は右の肩を床から浮かせたり床に戻したり、この動きをゆっくりと繰り返してください。この動きをするときに右の足の裏で床をゆっくり優しく踏んでください。そしてゆっくり力を抜きます。そうすると骨盤にも何か動きがありそうでしょうか。頭も左に転がしてください。そしてゆっくり戻ります。右の肩を床から浮かせるときに右の足の裏で床を踏んで顔は左に向いていきます。そして肩が戻るときに足の裏も顔も元の位置に戻ってください。優しく優しく、ではゆっくり両手両足を伸ばしてください。右側と左側を比べてください。もう一度両膝を立ててください。今度は左の肩を持ち上げて戻したら右の肩を持ち上げて戻してください。交互にこの動きをゆったりと繰り返してください。体全体にはどんな動きが生まれますか？この動きに慣れたら少し早くしてみてください。右左右左、軽く早く軽く早く、体全体にはどんな動きが生まれるでしょう。徐々に動きをゆっくりにして動きをやめて両手両足を床に預けてください。床の上の体に気持ちを向けてください。今日最初に仰向けになった時と今の感じを比べてください。少し体全体が床に柔らかく
ついたでしょうか。頭を左右に傾けてください。動きをやめて起き上がってください。はい、右の肩を持ち上げたり左の肩を持ち上げたりするときに、この首、肩のあたりにグッと力が入らないように動いてくださいね。では今日も良い一日になりますように。いってらっしゃい。